はい、どうも皆さんこんにちは、ベーシストのたかしです。今日ですね、今もう夜の9時なんですけど、昼間にゴスペルやってきたんで、ちょっとそのことについて、まあ本当久々だったんでちょっと動画にしようと思います。で、今日は朝の朝の礼拝なくて夜の礼拝だ、夜というか夕方の礼拝だけだったんで、始まったの4時ぐらいでしたね。で、そこに行く道中もね、バス3台とか使ったりして、すごい遠いんですよ。でもなんかそれがちょっと旅行みたいなんで、そういうのも含めてちょっと紹介していこうと思います。はい、まずこちらは教会があるのがビーチ側っていうか海側にあるんですけど、そこの近くの、まあ、ファロッカウェイっていうビーチなんですけど、そこはで、そこの海沿いのところをバスで向かっているところで、もうこの時期なんで海に行ってる人たちもすごいいっぱいいましたね。で、まあ、実際ねコロナっていうのはあるんですけど、まあみんなこういう感じでした。結構もう遊びに行こうっていう感じらしいですね。バスケットコートがあったんですけど、まあ、ブルックリンはバスケットコート入れないようになってるんですけど、今コロナの影響で。ここにあったんで行ったんですけど、閉じてて、バスケットコートは使えなかったですね。そこで近くにあったなんか建物の中でドリブルだけして遊んでました。なんかこの建物、駅かなんかだったんですかね。まあ今完全に廃墟なんですけど、すごい趣のあるなんかレンガ造りの建物で、すごい好きでした。まあ、ここでゆっくりしてたのはバスを待ってたんですけど、そしたらバスが来たんで、その後そのまま最後のバスに乗って教会に向かいました。ここからは僕の教会での演奏を見ていただくんですけど、まあ、ちょっとだけリハーサルあって、で本番が始まってっていう感じでした。じゃちょっとどうぞ。はい、今見ていただいたのはリハーサル風景で、リハーサルはまあ大体まあ、10分ぐらいやりましたね。で、まあ初めてやる曲だったんですけど、まあ、他にもいくつかリハーサルしたんですけど、まあその一部でした。で、その後だんだん人が集まってきたので、まあだらっと本番に入りました。で、本番の動画はこちらです。で、牧師さんが喋ってる時にちょっとなんか煽ったりするようなことをする時があるので、それも見てみてください。で、これはなんか牧師さんがちょっとなんとかなんとか喋って、そしたらダーン、なんとかなんとかダーン、なんとかなんとかダーンってやってるんですけど、オルガニストが、まあ、バンマスなんで、そのバンマスがこうやってダーン、ダーンって合図くれるから分かるんですよ。で、3度、4度、4度シャープみたいな、なんか、まあ、それいろいろサインありますけど、5度とかっていう音の指定もしてもらいながら、そうやってやったりしてますね。で、これも参加者の熱量を、こう、まあ、テンション上げるための大事なことなんだと思います。で、お客さん側がどうなってるかも気になると思うんでお見せします。コロナも完全に開けてないっていうのもあるんで、お客さんは少なかったですね。あとソーシャルディスタンスは結構ちゃんと守ろうとしてますね。はい、こういう感じですね。で、なんかみんなこうやって手を挙げて、なんか神様にこう、なんていうんですか、捧げるみたいな、そういう感じなんですけど、まあ、僕自身はクリスチャンじゃないんで、その辺のことが詳しくはわからないんですけど、まあちょっと、もしかしたら今も、ここまで見た中でも、もしかしたらクリスチャンの方とか、まあクリスチャンじゃない方でも語弊とか感じる方がいるかもしれないんですけど、まあ僕はただまあ、ゴスペルが大好きで、その音楽的な部分と、まあ自分のわかる範囲で宗教的な部分も、お伝えしてるっていうことなんで、それは分かっておいてください。はい、では最後なんですけど、これはどこのチャーチでもやってるんですけど、シャウトとかプレイズブレイクって呼ばれる、ゴスペルのスタイルの一つですね。
ということで、今日は実際にチャーチまで行く道のりと実際チャーチの中でどんな演奏をしているかってところを話させていただきました。正直その、3ヶ月ぶりで、耳の能力、耳でこう行動を聞き取る能力もなんか下がってる気がしましたし、でまあなんかこう覚えてきたつもりだったやつが全然できなかったりっていうのはすごいありました。この中では紹介してないんですけど、あ全然ボロボロだなっていうのはすごいあって、まあ本当なんか いつもねこの動画いろんな動画でこうゴスペルゴスペル言ってるけど、まあ全然だなっていう思いがすごくいっぱいある、まあ反省の多い日でしたね。まあとはいえ、まあ久々にゴスペルやってゴスペル行く道中も含めてすごい楽しい一日だったんで、まあ僕としてはいい良かったなと思ってます。ということでこれからも僕の身の回りの音楽の情報とか、ニューヨークの情報をお伝えできたらいいなと思います。よかったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。あと僕の再生リストもこのチャンネルに作ってもらったんで、よかったら見てみてください。